はい、どうも、とあるです。えー、いつもご聴いただきましてありがとうございます。はい、えー、それで今日なんですけれども、今日はですね、試験まで残りだいたい4ヶ月ぐらいあるんですけれども、この4ヶ月間の学習で試験に受かるための力を養う方法、それを話していこうと考えていますので、よかったら最後までお付き合いください。えっと、まあ、それでですね、今回はですね、僕のチャンネルの、まあ、動画だったりとか講座がありますので、それを使ってどういうふうに効率よく勉強するかに関して話していこうと考えています。 もちろんですね、勉強方法に関していろいろとあるんですけれども、今回のこの動画に関してはですね、そういう趣旨で作っていますので、あらかじめご了承ください。ってことをやっていくんですけれども、まずですね、結論としまして、今から学習を始めて4ヶ月間で、このまあ難関と言われています、行政書式で受かることができるかどうかなんですけれども、これはですね、しっかりと勉強すれば必ずですね、受かることができます。ただ、勉強方法がめちゃくちゃ大事となってきますので、 その面を今はお伝えをしていいこうと思いますでざっくりとした目安なんですけれども勉強時間としましてはまずインプットこれはですね基本事項なんですけれども民法と行政法に関する基本部分のインプットこちらがですね30時間かかりますこちらが30時間ですでその後ですねインプットをしただけでは終わりませんでインプットをしてそれを使って問題演習していきますよねこの時間を大体190時間想定しています で、一番最後ですね、インプットも完了して、アウトプットもある程度はやったと。そうなってくると、一番最後の総仕上げとしまして、弱点を克服していくこと。あとは急の対策をしますと。これがだいたい150時間ぐらいかかってくるんですね。もちろんこれは最速で勉強してってなってきますので、僕の講座を使わなかったりとか、独学で頑張っていこうって場合に関しては、もっと時間はかかってきます。で僕の対価としては、だいたい2、3倍かかってきますので、 毎日3時間とかではなくて、毎日9時間ぐらいの勉強時間が要求されてきます。もちろんその時間がある方はですね、動画でもいいと思うんですけれども、やっぱり社会人さんは時間がなかったりとか、できればコスパよく時間をかけずに受か,かりたいと思うんですよね。でもその方もご安心ください。僕の出している動画を使うと、毎日約3時間の勉強でこと足りますので、ぜひ一緒に頑張ってやっていきましょう。で、実際何をするかなんですけれども、まずはインプットが話していきますと、インプットはだいたい30時間で終わります。 でまずは民法なんですけれども民法に関しては T メソッドの民法編というものがあります。こちら限定の動画もついていましてだいたい1周民法を1周回すのでだいたい4時間ぐらいかかってきます。 まあ要するに極論言うと、1日4時間ぐらい勉強時間を取れる方は、たった1日で民法の基本事項が終わるんです。これ通常ですね、予備校とかに行くと、民法のこのインプットだけで100時間かかってくるんですよね。でもそれはですね、行政書のことを分かっていないからこそそうなります。あとは単純にたくさん勉強させたいということがあると思うんですけれども、実際ですね、この試験に受かるために必要なインプットだけを考えていくと、だいたい4時間ぐらいでシュッとできるんですよね。 実際僕の動画では4時間ぐらいです。まとめ切っていますので、それを使うといいかなと思います。ただですね、1周するだけではですね、定着しませんので、だいたい3周ぐらいしましょうと。ただ3周したとしても、1周4時間なんで、合計12時間で完了します。ただですね、t メソッドはですね、今現在の科学に関してはガラがチェックできるのでチェックしてほしいんですけれども、費用的に厳しい方いらっしゃると思うんですよね。そういう方はメンバーシップの受験生コースに参加をしてください。そうすると、数カ子もの解説動画を使うことに加えて、 特典として様々な動画がありますもちろん T メソッドよりもですねこれ勉強時間として必要になってくるんですよねそれで僕の記事のところでだいたい7倍ぐらい5回書きましたこの理由としてはざっくりと勉強時間です勉強時間としてかかってくる部分が7倍ぐらい短縮できるんですよねそういう意味合いから7という数字を出していますいずれにせよ時間がない方はですね メソッドの民法編、こちらを使っていただきまして、費用面的に厳しい方はメンバーシップの受験生コース、そこに参加をして必要な動画を使ってですね、学習をしていきましょう。ただ繰り返しになりますけれども、メンバーシップの受験生コースで民法の基礎を養っていこうっていう方が、時間としてはだいたい7倍くらいかかってきますので、そこだけあらかじめご了承ください。一方で行政法なんですけれども、こちらはですね、だいたい一周が6時間くらいかかってきます。やはり行政法は量が非常に多いので、民法よりも時間かかってきます。 ただ、これでもですね、かなりキュッとしてるんですよね。実際、予備校に行くと、行政法のこのインプットだけで200時間かかってきます。これ、各々予備校で違う,違うと思うんですけれども、だいたいそれぐらいいるんですよね。ただ、僕の出してる動画では、1周するだけでだいたい6時間で行きます。で、これも大体3周ぐらいしますので、合計で18時間かかってくるとなります。従いましてですね、民法と行政法に関して基本的なインプット。これが30時間でできますので、だいたいですね、10日間ぐらいですかね。 1>, 1日3時間の勉強で2週間とかですかねそれくらいインプットの学習が終了します。それでその後なんですけれども、アウトプットとしてですね。アシスタント、過去問集をどんどん解いていきます。これをだいたい4週くらいしたいんですけれども。 もちろんこれは週を重ねるにつれて勉強時間は減ってきます。っていうのも、だんだんですね、分かる問題と分からない問題、それがはっきりしてきますので、学習量が減ってくる結果として時間も減ってきますと。だいたいイメージは、1週目が80時間、次が60、30、20、だいたいこれくらいイメージかかってきますので、合計4週するとしますと、190時間かかってきます。 いてことで、インプットとアウトプットですね。全く知識がゼロの状態からインプットをしてアウトプットをして、これで僕の講座を使うと220時間ですね。それでクリアすることができます。なので、だいたい1日3時間ぐらい勉強すると、だいたい70日ぐらいですよね。つまり2ヶ月ちょっとです。それくらい勉強すると、インプットとアウトプット。こちらが一応終了します。そして、この段階で試験受けても受かる方は受かると思います。なぜなら僕の出している講座によって、かなりインプットのミスが濃いので、 これでも受かる方は受かります。ただそこからですね、底上げをする必要性がありますので、民法行政法に関して苦手部分、そこをクリアすること、あとは、給付の対策をすること、それが要求されてきます。もちろんこちらに関してもですね、まず弱点クリアに関しては、メンバーシプの特待性コース、そこにですね、様々な動画があるんですけれども、それを使うとですね、効率の対策ができます。一方で、給付式に関してもですね、これかなり安い講座を現在出しています。 ただこの講座に関しては、だん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 値上げをしていこうと考えていますので、今が一番安いです。ぜひお早めにですね、概要欄からチェックをしてご活用ください。はい、ということでいかがだったでしょうか僕の講座を使いますとですね、合計で370時間くらいですね。それくらいで知識がゼロの状態から、この試験で戦える力を養うこと、そこまでいけますので、このレベルの講義をですね、日本を探しても僕以外ないんですよ。ただですね、僕も本気で作っていますので、 本気で僕の出している講座を受け取って、試験に絶対受かりたい。そういう熱い思いがある方だけですの、ね、で、ぜひ概要欄から続きはチェックしてください。僕の講座を使って後悔はさせません。それくらい全力で作ったものがあります。試験では辛いことも多いと思うんですけれども、ぜひ一緒に最後まで頑張ってやっていきましょう。はいという最後までご視聴ありがとうございました。もし今回が参考になったら高評価、あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。一緒に頑張ってやっていきましょう。以上、トーリーでした。 はいどうもあるです僕はですね行政初試験の受験生に対する手厚いサポートを行っています創始歴が19歳から始めましたので10年11年ほど受験指導をやっています特にこの資格は初めて勉強される方も多いと思うんですけれどもしっかりと不安を解消して指導を頑張っていきますので全力でこの試験を受かりたい方は是非一緒に頑張ってやっていきましょう試験生のことを心より応援しております